清楚から1468年9月7日は、李氏朝鮮の第7代国王。意名は、即位前は、新兵大君皆、平大君信用大君を経て1445年に、主要大君に作法された。一時、両儀制に就任。孫に、第9代国王聖宗などがいる。第4代国王、清祖の第2王子であり、第3代国王。 大層の孫である。清掃の次男として生まれた。1452年に兄の文層が没し、自らの老いにあたる丹州が11歳で即位すると、金城大君と共に王を補佐する役割を担う。しかし、1453年に阿弥陀大君や丹州を補佐する大臣らを除いて、政権を掌握する。1454年に金城大君も入る年。 1455年には、譲るネイタ君やオミヤス君、新宿船、県、半ン・らの後押しにより自ら単州に会位を、強要し、39歳でそのまま即位した。大位に就くと、山のような上昇を書いたり、また、王宮の広場で座り込んで訴訟をする反対勢力を、拷問やまた先の刑罰等で、ことごとく粛清し、議政府所持制を廃して、 再び六草寺家形成を復活、王権を自身のもとに集約する。民において、1457年1月16日に、当時上皇であった英宗が、影休み角より定位を奪還、重訴した脱門の変が起こるといで女王であった、丹州を、同年6月に路、山君、後に諸人に降格し、同年11月11日に、入る先で、玉物役により、 死刑にしている。晩年には、自身の体の皮膚が、徐々に来病に侵されるようになり、1468年9月7日に、次男の海洋王君に王位を譲って、女王となったが、先日の通り翌日に52歳で皇居した。強力な王権を維持するため、官政の改革、法制や軍政の充実に努め、朝鮮王朝の基本法典である。 警告体験の編さを開始した。ありがとうございます。